準特急とは、日本の私鉄における列車種別の一つである。2020年現在、日本の鉄道事業者では、京王電鉄の京王線系統のみ運転されている。かつては、近畿日本鉄道や小田急電鉄でも、準特急列車が運転されていた。1959年に、小田急電鉄が特急と同一の駅に停車するが、 通常の特急系車両に比べて劣る車両で運行することから初めて設定した。近畿日本鉄道も1960年に設定し、車両の格差に加えて停車駅を通常の特急よりも多く設定したが5月きたらずで特急に統合した。小田急も本格的な特急系車両を増備して1963年に特急に統合し、 準特急は消滅して長らく途絶えた。京王電鉄は2001年から急行と通勤快速の速達化を目的に特急と急行の中間種別として準特急を設定した。多くの電鉄会社は同等の列車種別として快速急行を用い準特急を用いる事例は禁章である。京王が運行する準特急は使用する車種を制限していない。 2001年3月のダイヤ改定で、新宿駅、高尾山口駅間を運行していた急行を、速達化する目的で設定され、当時の特急停車駅に加え部前河原の駅、北の駅に停車した。2013年2月のダイヤ改定で、高尾線の京王片倉駅、山田駅、狭間駅が、停車駅に加わり、高尾線内で、 回収別の急行と停車駅に逆転現象が生じた。同時に運転が再開された特急は、ブバイ河原の駅と北の駅が停車駅に加わり、京王線内の特急と準特急の停車駅に差がなくなり、準特急は全列車が高尾山口駅発着となり、京王八王子駅発着の準特急は特急に統合されて消滅した。 2015年9月のダイヤ改正で、笹塚駅、千歳から須山駅が、停車駅に加わり、再び京王線内で特急と停車駅に差が生じ、京王八王子駅発着の列車が復活して同時に、相模原線で運転を開始した。相模原線の準特急運用につく発線系2017年、稲城小田急電鉄は、 1953年から運行した料金不要の座席定員列車であるサービス急行を格上げし、1959年から1963年まで週末に特急を保管する列車として運転した。後に設定される近鉄や京王の事例と異なり、停車駅の3よりも特急用車両の絶対、数不足と車内設備の格差によるものであった。 新宿駅小田原駅間が無停車で、車両はセミクロスシート車の2320系及び特急から格下げ改造された2300型を使用した。当該車両は、準特急が運行されない平日は、料金不要の一般列車に充当されたが、特急にロマンスカー安世3100型が導入されて、 ロマンスカー SE3000 型と合わせて増発が可能となり廃止された。近畿日本鉄道は1960年1月20日のダイヤ変更で主要駅に停車駅する準特急列車を設定したが、6月15日に種別を特急へ統合して準特急を廃止した。設定当時の準特急は小田急電鉄と同様に1万系、2250系。 6 4 2 1系6 4 3 1系などのやや設備が劣る車両が使用された。現在の近鉄特急は、旅客案内をはじめ一般に特急の種別を区分していないが、近鉄車内では本列車を、オツ特急、名阪ノンストップ特急など、始発駅と終着駅間で、ほとんど停車しない列車を、 高特急とそれぞれを称し、準特急が運行されていた時代は、これが特急であった。ありがとうございます。